いつも生配信動画をご視聴いただきありがとうございます。本日はね、アマツマガッチ365日チャレンジ49日目行ってまいります。ぜひよろしくお願いします。やってるよ、またまたやってるよ。久しぶりに特殊ボイス聞いた気がします。いや、そんなんじゃないんよそんなんじゃなくて、仲間を呼んできてください。仲間を、いやー、まあまた不安定なソロスタート。はい、ガラテヤさんよろしくね。そろそろね、もうローメンじゃなくて背面来てもいいんじゃないっていうね63のロはローメンのロなんでこれまたローメンの気がするんですよね。はい、もうローメンの匂いがプンプンします。まあ、まずはしっかり麻痺蓄積で、ララちゃんがしっかり笛を吹けば、このね、このコンビ最強ですから。麻痺&鬼神 G。 あー、もうちょっとダメだね。もうあの初っ端のカットインで、あの打撃攻撃をしてる時点でララちゃん笛吹く気なさそうですね。はい、なんとかミドルと。いや、ララちゃん今日笛吹かんだ、これ多分。だからしっかりユウくんが鬼神薬飲んで、その上から、鬼神 G にするっていう形で、よろしくお願いします。ガラテヤさんが有能なんだが。はい、かなり早い段階で麻痺。これ、3発麻痺ありますよ、3発麻痺。ここはユウくんボマーになっていただきたいところ。いやー、でもありがたいね、こんなにすぐに麻痺にしてくれるとは。まあ振り分けはあれでしたけど、麻痺にすることに意味があります。まあ、かといって、ペースがいいかどうかって言われると、そんなに良くないっていうね。いや、もうここで、先行玉投げて、ララちゃん笛吹いて、ね、バリスターとか言いたかったんですが、まあ、そんな甘くないっていうね。あら、ガラピアさん、まあ、すぐに帰ってくるでしょう。今日やる気満々ですから。はい、そういうこと。もうね、今日ガラテヤさんのやる気が違うんですよ。もうオーラ感じます。まあ、みんな反撃するっていうね、意識高い。もうしっかり意識低いですね、BJ は。みんな気張ってんすよね。集中してんすよね。まあ、BJ はちょっと集中してなさそうなんですが。あはは。まあ、なんとかやっとかわせたっていうね狙われすぎちゃう BJ。 いやー、ちょっと戦況を変えるためにね、アイテムを使ってほしいところ。まあ、先行玉バリスタ毒投げナイフでもいいけどね。はい、ララちゃん有能と、やっとねエンジンかかってきましたよ。これあともう一回引けばね、もう賞味ね、弱攻撃でも何でもいいんですよ。当てりゃ大ダメージ。ガラテヤさんがちょっと今日張り切りすぎて、本当に。ここで鬼神 G 麻痺。欲しい。いやー、ララちゃん頼むわ。たまにはさ、もう、
もう粘らずさ、サクッと拭いてくれてもいいんじゃない。なんでこれさ、基人中さ、お見合いになるのこれ。なぜさ、基人中に、こう大事なところで、攻撃を当てることができないのかっていうね。終わった瞬間にね、終わった瞬間にもうほんと、もう、まあ、あとガラテさん、2オ2。これマジで終わった瞬間にもうバンバン攻撃しますからね、この人たち。いや、リプ多いな。攻撃云々の前にリプレイが多い。いや、ちょっとまずいな。なんとかせんといけんだよが。なんとかせんといけんだよが、リプが多すぎて、アマツさんのね、アマツさんの攻撃しかガミに移せてないっていうね。いや、ユウくんさ、そろそろアイテム使っても、はい、欲しい。はい、アイテム使ってもって言ったら、ここのね、音声認識機能で反応してくれるんですよ。もう言ったもん勝ちです。もうこっから先行玉投げて、麻痺蓄積して、毒投げナイフ投げてバリスタ打って、で、終了と同時に、はい、始まりますよ、これ。僕の、もう、音声認識してるんで。ここで麻痺蓄積ね。間違っても、麻痺らせないようにお願いします。そしてララちゃん笛吹いてくれるとなおさら嬉しい。はい、有能と。まあ、蓄積とね、基人はなかったんですが、そう、バリスタ打つことに意味がある、これ。こっから、流れを変えます。いや、爆弾欲しいな。ちょっと安心するためにも爆弾置いて欲しいんだが。はい、音声認識機能よし。今日初めての BJ 強攻撃っていうね。とりあえず、一段階でもいいから基人にして麻痺らしたい。そうすれば、全然可能性が出てくるっていうね。そう、しっかり麻痺。もう二落としちゃってるんで、ガラテ屋さん。二発目、いっちゃいましょう、麻痺ね。いや、ここマジで、毒投げナイフとか、バリスタとか、やったら嬉しいなぁ。嬉しかったなぁ、みたいな。6.25% のリバもあるんですよ、まだね。捨てちゃいけん、希望を。麻痺らして振り分けと爆弾とかの回数によれば、全然可能性はあるっていうね。そしてこの局面で飲むのが基人薬じゃなく回復薬っていうね。とりあえずこれ麻痺ったかな。麻痺らない。あと一発ぐらい。ガラテ屋さんが落ちた瞬間にもう僕は負けを認めます誰一人も落ちたらいけん、マジで。もうここで一人でも落ちたら負けるから。よしよしよし、まひれ。間に合わない。よし、まだわからんぞ。つばぜり合い演出で、ま、つばぜり合い演出なんですが、これ左ファーストはいけんのです。いや、まだ終わっていない。うん、終わりました、今。いや、きっちい。いやー、まひワンチャンあったんじゃね、さっきの。明日。
頑張ります。勝ちます。はい。ということで、この動画がよろしければ、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。明日もね、動画投稿いたしますので、ぜひご視聴していただけると嬉しいです。本日もご視聴、ありがとうございました。いや、あと一発でいけてたんじゃない、マヒー。